はい、ハストモフクロさんのインタビューです。本日は前世について語っていただきたいと思います。心さんは前世の記憶はかなりあるようですけれども、前世っていうのは今世とどういうつながりを持っているんでしょうか。例えば、目には見えない恐怖、不安、恐れ、そういったものがある。人それぞれ異なるけど、例えば水が怖いっていう時、水が怖い、火が怖い、高いところが怖い、そういったものは前世で関わってる死に方をしてるから、火で水の中で亡くなったとかね、火の中で亡くなったとかで、高いところで死んだとか、そういった恐怖感があるから恐怖がある。また大事な人を失った悲しみがあるから、失う恐怖、そういったものをが前世で記憶としてっていうか、魂に刻まれてるから目には見えない恐怖として残ってる。だから今世だけのものではない、今世は前世から引き継いだものと今世の課題、そういったものがある。あと生産か、生産するためのものがあるから今現実っていうもの、今世があって、今世でできなかったこと、生産されなかったこと、持ち越せなか、味わいきれなかったことを来世として来世に持ち越される。ただそれだけ。なるほど、ありがとうございます。